えのもと、もマ,マいの、エモエモナインティーズ、えもえもナインティーズ。箱からエモい。ちょっと私もまだ見てないんだけど、あっちゃんがさっきその、私がこう設定したらだ、ね、にこう中身を確かめながら、これは宝だよと。あそれ紅茶が入ってたやつ<お>ああ、懐かしいね、そういうの。この中にごちゃごちゃいろいろ入ってて。あら。 の中からいくつかこれはエモいでしょう。ダランもうこういうのいっぱいあったね。おこれはあすごいねなんでこれそ未開封みたいなの？未開封だしね。な,なんでなあっちゃん変わなかったんでしょうね。これ観光地ね持ってたかもこんなやつ。しかもさこのさあっちゃんのさ英語がさ A T っていうね。<laughs> <laughs> もう。 <laughs> あ,っあってプロ、ね、野球選手の,あの背番号の上に書いてあるやつみたいな独特さがありますアットちゃんアットちゃんじゃねえここ<れ>裏はどうなってんの裏は普通に何もないの裏は普通にうんなんかねこれさううもう今作れないのかなこういうのすごい可愛いこれ販売したいなこれだめ、ね、これ可愛いよねこのさこれかわいよねキーフーダのこの先もこれあんま今ないタイプだね <laughs> これそうだねこのかっただけ ちょっとめんどくさいやつね。<laughs> かわいいなぁ。しかも、この、やっぱ、ここは、ここですよ。ここがファンシーショップ感。そ,シシプそうこういう時代だよ。やっぱもう、この、こういう時代よ、m m のファンシーショップは、こういう時代を、うん、イメージして作りましたよ、うん、まさに。うん、謎にハートとんだり。なんか、今、唐突に思い出したけど、ファンシーショップでお菓子を買うと、うんうん、なんか、このくらいのビニール袋に入れてくれませんでしたカラーフィルムとか。なんか、それみたいな。 なんか印刷してある、なんか袋に入れたのか、入れてもらったかかり売りだったのか、戦略とかのね、飴とか。うん。あったな。AT フィールドは厚子フィールドだった。あ確かに。AT フィールドじゃん、これ。ねえ。あとね、これが、 物心ついたときに私が初めて手にした香水です。えすごい、そんなのが残ってるわけわ、かわいい。残ってた小さいのね、かわいい。え、これ。こういうのはいっぱいはやりませんでしたね。かわいいなぁ。あれ。え、これは何のやつなんだろう何か情報。ベルハウス。発売元ベルハウス。えー、オーディコロンオーディコロン。今、あんまり言わない。<laughs> あなんか外国っぽい人がいる。Hey, Momo, I! こんばんは愛してる愛してる t h a n k you!Thank you for watching! ありがとう !Thanks! ああもう香りってしないのかなこれやばいですよ。これは本当にやばい。本当にやばいの見つけた。カードスタンプ。なんやこれこうなりましたあのこれが。 ここが開くようになってて。スタンプなのこの中が、スタンプ、こういうのなかったですかあーっとーガシャガって反対向きに来ると。これってさ、あの、スタンプの台がなくても、そこにもう、インクが染みてるから、そこでもう、え、そしたら何て書いてあるのそのスタンプは。て書いてある。 最高押したい押しいな、ね、それちょっとさそれ押して何か <laughs> なんかさそれなちょっとこれはねみんなに共有すべき財産ですよこれきっとちょっと待ってカリン持ってくる <laughs> 待って押せるうれぴー押せるかなるちょっと待ってね <laughs> すごいカードスタンプあったなうれぴ素晴らしいですね レピあーあでもなんかそういうあの香水みたいな香水のあ小さいのとかさーでもなんかなかなかそういう子供だと使わないんだけどなんかさ憧れたよねーカードスタンプ初めて見ますなんかスタンプ系はやばいものを見つけてしまいましたねいねこれこそファンシーショップ なんかこういうの売ってるとこにあとメモ帳のなんかやったらすごいかわいい10枚ごとぐらいずつ色が変わっててなんかいろいろ書くとこがあるメモ帳とあとねケット鉛筆とかが一緒に売ってた感じですよねあとあの虹色のスタンプのあ虹色のスタンプの台なこうスタンプ台1個なんだけど分かれてて。 あ、何使ってたんだろうなあったなあ、これを、待って待って。これはエモいわ。丸い四角クレジットカードって書いてあるよ。エモ <laughs> いる。かわいでしょ。カード風になって、あ、なんか番号みたいなの書いてあるもんね。番号これ、書いてあるなかなかこれ、ちょっと、保存してる人なかなかいないんだ。あ、こう、こうよ、こう。こう、わかるうわ、すごい。これ紙なんだけど。これを。あ、紙じゃないの、これ。 これ紙じゃない、ここがもうスタンプの。夏あれにな朱肉<何>みたいにな感じ、ね。あ樹脂なのか。プラスチックで、立体になるみたいな。え,え、出るの出ないかもね、うれぴ出てくれ。見たい。陰影が見たい。<ー>いけー。頑張れ、プル、ウレピうれぴー。売れぴ頑張れ。来た来た <laughs> 見たい <laughs> <laughs> すごい。<laughs> 見える見える 見えるみんな、売れピ <laughs> なんだこれなにこれえと、これ人間 <laughs> 人間ですよね。<laughs> これだ他のさ、売れピーのな何だったんだろうね。ね。え。だいたいこのクレジットのカードスタンプでさ、なんで内容は売れピなんだろうか。売れ <laughs> ピ時に押すんだよ。 すごい東京ディズニーランドのヒーローメダル。おそれはあれか。あの、シンデレラ城の。シンデレラ城。それはすごい。これは7歳ぐらいの時にもらったペーか。ああ、あれ選ばれたことねー。選ばれた。最後にさ、なんか、竜と。そうそうそう、選ばれるんだよね。今日はこれかけていいね。ヒーロー降臨。<laughs> ミステリーチャー、そうそう。あー、なんか、おぼろげな。あの頃のディズニーランドな。やばくないこれ。あ、これもう一個。もう一個。香水。あ、これはこれで。これ何のかでかわいいね。<車>これ車。かわいい。めっちゃかわいいね。めっちゃかわいい。これってファンシーショップで売ってたんかな ガチャとかではないよね。そうだね。これはお姉、ね、香水とかちょっと大人っぽいものはお姉ちゃんがくれたかもしれないですめっちゃ可愛い,い <laughs> もうこの袋どうですかあ、これな袋やばくないですかこれね。これはもう定番でしたけど、これ結構ロングセラーで、あの、なん、あのー、だっけ、ヘイ、ヘイコだっけっていう会社の袋だよね。 でのあの秋葉原のジャンク屋でもそれ,それに入れてましたねジャンク買ってくれた人に <laughs> えーにんんりんごいかがこれ,あーこれちょっと違うかママのお手せお手せいめこれとはちょっと違うんだよねこれも、あのー、同じ会社の袋を復刻したなんかものなんだけど<ー>これ と同じたぶん会社あでもそういうようなことだよねーかわいいかわい,いあとなんだっけなんかねピンクと青で同じ会社の袋で、うん、なんかメルヘンハウスじゃないしなんかそのような映画書いてある虹みたいなちなみに中に入っているの何が入ってたのは楽しすぎるやろやん,やんちゃでごめんっていうチ秩父のキューホルダー <laughs> <laughs> ねっ、ね、秩父って言うのがもう完璧だよね <laughs> まだ秩父にまだあれだよ完<璧>メンバーが降臨する前の話だとそうだよねあの日見たお土産屋の名前を君はまだ知らないって感じだよ <laughs> 知らないんだよ <laughs> これはファンシーすごいファンシーシえ秩父に行った記憶はあるの 誰かからもらったんかなはい。秩父に行った人から。でも、なんか、うん、でも行ったんだろうね。なんか私も長トロとかの持ってる記憶が。ねえ。秩父。可愛いよね。コメントもみんな可愛いって。何それ。うん。完璧すぎる、秩父。やんちゃでごめん。秩父、完璧すぎるよね。これ完璧な商品。完璧だし、この袋に入ってるままってさ、 使ってよ、うん。<laughs> 使ってないんだよ。でもね、たぶんすごい可愛いから、帰ってどこにつけようかなって迷ってるうちになんか大事にしまってたんだろうね。きっとそれ多分結構大事なもの入れな感じするじゃん、その箱が。これはね、大事な物入れですよ,よ、ね。これは可愛いわ。<laughs> <laughs> やばい。出てきた。え何がこれだらん。日光江戸ぶ <laughs> いね。<laughs> どんどん来ますね。服よ、来い。 にね、このさん、日光江戸村もちゃんと、アルファベットで書いてあるんだよ。なんでこれで、ね、マネキンでみたいな。うんうん、裏が多分、当時としては画期的な、この名前が彫ってあるっていうね。あ,あ,あ、すごい。あ、ほんとだ。これはやばいですよ。れはその場でやってくれるやつ多分そう。あ、すごい。キーンってやってもらったんだと思う。 ししね、ドイツに気がね、わからないって、ね、これは、スーベニア。ジャパニーズ。スーベニア。えー、っと。エモエモスーベニア。えっと、サイツイン,ジャイン、ジャパン、ジャパンスポットジャパニーズス,スーベニア。うん、スーベニアキーホール。スーベニア。キーチェーン。そう。はーいー。これさ、なんか、ニコエド村バイフックンって書いてあるんだけど。フックンっこれフックンじゃないもしかして。あのですか あのふっくんじゃないだって目がさえっじゃあこれヤックんもっくんもいらっしゃるってことですかふっくんワールドマル大丈夫なのホ<当>ントえ違うの違うのかなでも服や恋だからフックンなのかな謎すぎるねぎるでもさこれ何気にさ細工がめちゃくちゃ細かいよねこのあの印刷とか細かいすごいなスベニアはいって言ってくれたよドイツ日記よかった やばい。でガツンガツン打つのとは違う。あれね、あのメダルのやつね、ガツンガツン。メダル、メダルすごいあー。これもやばいなー、すごいわ。<う>かわいい。これは明らかに、あれですね、修学旅行で、ざるわざる飾るこんなうちにもあったな、でもね、うちにあったのは、3体並んでるのだったね、うん、やっぱ日光の感じで。あの ニコトウショウグの可愛<え>い,い,い,いちょっとこう可愛くアレンジしてあるやつだこれは何製なのこれは陶器ですね陶器すごい職人職人技なんでメイドインジャパンかな、うん、すっごーかわいいねえねーしぶがき隊のやつなのかなーふっくんどうなんですかねねふっくんこれめっちゃ気になる キーホルダー。ふっくん、江戸村。え、でも出てこないよね。だってインターネットなんてないときだもん。なかなか出てこないですね。え、なんとてくるんん楽しすぎる。私、あの、羊年なんですよ。うんうんうん なんで、こう、羊年のキーホルダーみたいのが、なんか当時、血液型とか、星座血液型あが、えっと、あったじゃないですか。はいはい、これ、表面が最高ですよ。もう完璧。っ羊って書いてあるけど、<う>裏はそう、完璧。完璧のユるキャラ。いい <laughs> もう完璧ですね、これは。いいファンシーだね。だねめっちゃいいそうな顔してるじゃん。<laughs> やばーい。素晴らしい。 これでもさ、要はあのサンリオのものっていうのはさ、脈々とさ、今もサンリオの人気投票とかあると昔のキャラとかをさ、振り返られるけど、うん、こう、お土産関係も脈々とさ、こうね。ねえ。写真撮っとこ,これる、ね。すごいな完璧だわ。この箱完璧だわ。ね、このね、いわゆるこう平成エルトロー的な、 ものっていうのは、ほんとに、あの、今、残さないと、残ってない、残らなくなっちゃうから。そうだよね。ほんと。この平成レトロの、あれだよね、お土産物をさ、すごい集めてる研究家の方いらっしゃるよね。私、<あ>院長って呼んでんだけど、ほんとはなんていう名前なんだろう、あの人。<laughs> <laughs> あ、山下メロさん。そうそう。山下メロさん。んそう、平成レトロっていうのを提唱されてるんで。 <laughs> 顔が自国の三沢バリに注目。確かにめっちゃ酔ってる。<laughs> あのさ、今、タットンっていう人形があって、それがちょっとそんな感じなんだよね。うん、あ、多分それ平成エトロ的なものをちょっと意識してんのかもしれない。あんまり可愛くない。可愛い,いじゃん最高じゃないですか,かなんかちょっとそのギリギリな感じがいいよね。これは可愛いのかみたいないや、でも、いや、なんかさ、そのさ、でもさ、うん あの、江戸のやつと違って、やっぱそのさ、日光のやつあり、うん、あの、うん。えっと、やんちゃでごめんはさ、全力で、かわいいでしょーっていう感じがいいよね。<laughs> いいね。たまらんね。いや、これはすごい、これはすごい。これ<ー>なんだろう、<あ>また。なんか鈴の音がするんだが開けてない。<laughs> こ<れ>開けてない、これ。開けてない、藤屋ホテルの紙袋。すごいの、それも。藤屋、国際協 工,工業、工業グループ。富士屋ホテル。富士屋ホテルチャイン。チャインってどこチャイン,ャインどこだろうチャイン。富士屋ホテル。チャインおー、寄せ在庫。おー、すごい。あ、なんかこれはちょっと大人っぽいね。大人っぽいねあ。あ、ほんとだ。寄せ在庫のキーホルダーみたいな。 ああ、これまたファンシーとは違った面向きのジャパニーズののやつですね。うん、ねこれはイニシャル要素とかないみたいな。まあ、みんな、イニシャル要素ないですね。<laughs> いい音するし。鈴の音が。いい音するわ。でもさ、そのさ、やっぱすごいよね。ねそうやって保存してても全然劣化してないもんね。ねすごいね。そう、箱根かな。 箱根小田原かとあの寄木細工ってね箱根とかでよく売ってるよね <laughs> ねどうしよう完璧なものしか出てこないだからあらゆる傾向が今のところ出てきてるねこれすごいですよなまはげのキーホルダーで <laughs> 完璧 <laughs> 完璧この砂時計がついてるこれ謎の機能がついてるやつですよ,ですよこれす完璧だしかもなまはげもちゃんとアルファベットで書いてあって すーっごい<璧>あちょっとね遅延があったんだけど藤屋ホテルってあれかジョン・レンが泊まってたところ藤屋ホテル。いかんな,いなーねえやんごとなき方も泊まるようなあれかな生ハゲすごいうちねお姉ちゃんが一時期、うん、結婚する前はバスガイドさんだったんですよ。あ,あなんかでも面白いね兄弟でやっぱいい声の仕事なんだね。 バスガイドをやってたときに、うん、多分いろいろお土産を買ってきてくれたのかもかわいそのさ下にさ星がこう揺れるようになってるのもさ凝ってるね <laughs> この感じなんなんですかねこのキャラクターメイゲ、えームすごいかわいいじゃんその後さなんか実用性がねそれ本当にさ3分とかだったら3分測れるのか今やってみたいその砂時計がえっ、ー、ちょっと待って私タイマーやるよ今って用意スタートって言ってもらったら。 あ、はい、ちょっと待って、っまだなってない、ごめん <laughs>。いや、るね、でもね、その5秒とかだと思う。あそんな短いの <laughs> ?1、あ、ちょっと待って、ね、4、はい、いややっって行くよみんな。いきます。はい。今ね、開始した。5秒だな、これ。あ、5秒ぐらいだね。たぶん5秒ですね。5秒なんで測るのか <laughs>。<laughs> でも砂時計流行ったよね砂時計ってものってよくさ多分ね箸とかもにも出てきたりしてすごいエモいアイテムなんだよだ私思ったその砂時計の色の,のさこの砂の色が青なのもなんか子供の頃はこんな砂なのに青いんだとか思った記憶あるあ、思ったあ、ドイツネキありがとうステッカーはありますかステッカーやっぱ観光地って言ったらステッカーか スベニアステッカーステッカーなないなーステッカーよりキーホルダー派だったのよ、私が。とか、ね、あとマグネットとか、そうだねあれだよね、あとなんか観光地といえばさ、すっごいちっちゃい自転のキーホルダーとか、すっごいちっちゃい本がついてるキーホルダーとかさ、あとなんかすっごいちっちゃい刀剣とかさ、なんか刀のすっごいちっちゃいのがついてるとかさ。 千だわ。はなんか千フだシールみたいなのはプロ野球の応援グッズで定番でしたね80年代あれ何だったんだろう<っ>やたら若松つとかさ千舎 <laughs> 札だ。札ね,ねえ千舎だシールってさなんかなぜかさ12球団多分おったんじゃないで「ブーマー」とかさ書いてあるあの筆もなんか江戸文字みたいなのでなぞなぞブックとか見たことあります 占いの本のキーホルダーとか持ってた<ん>ねあったよねそういうのね地名の書いてある提灯あったよね <laughs> このカラーの感じって何なんですかねかいい共通項がありますねね,ね有名なねお土産会社がねいろんな例えば清里とか軽井沢<ー>そういうのいろんなところの作ってるメーカーがあったんだよね生ハゲやばいっすねあ今の売ってるのなぞなぞ100とか えなもとももいのえまえまナインティーンズ毎週日曜21時から YouTube にて好評配信中私を公会堂に連れてって